ステレソラネットです。月曜日からずっと仕事で、この青空がうらめしいんですけど。ね、なんかで外出てる方羨ましいですね。本当にあの皆さんゴールデンウィークの方いいなと思うんですけど。今日福島市の最高気温全国丸いということ。です今日暑かったですよね。いやもう日差しがじりじり感じましたね。太陽が暑いっていうところだと思ったんですが。今日ですね。実は全国で。 福島市3位の暑さ<ー>29.9度で今年一番の暑さということになりました、はい、やっぱり福島って暑さランキング常連の北の横綱ですようん確かにいつも入ってますね,ねそれぐらいやっぱり海風が入らないで気温がどん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 入るあの甲州市の勝沼、はい、こちらもあの、ね、ワインも美味しいし、はい、あの桃の名産地ですけ やっぱり火事の名産地って、こういうふうに晴れて暑くなって、朝と昼の気温差が大きくなるという特徴があります、うん、ちなみに那覇が25.2度ですから、はい、今日はですね福島、那覇を4度も上回る、<ー>南国沖縄越えの暑さ <laughs> 真夏日一歩手前でしたね,ね、はい、一歩手前でございました、はい、さあ、こんな暑さの中、今日は盛り上がったんじゃないでしょうか、はい、それから盛り上がってるんじゃないでしょうか、うん、こちらです。

これすごい豪華なバーーベキューだ<ー>で、今日のです、ねはい、ネタはこちらです、はい、ゴールデンウィークは絶好のバーベキューの季節です、暑からず寒からず、ーバーベキューで困っていること、はい、気をつけていること、皆さんありませんかということでございます、今、お母さん、はい、あのマスクしてましたけれどもあの、感染症対策しっかりとやられているようでしたけれども、はい、さあ、それでは今日はそのネタです。はい、まずは,まずは皆さんが 昨日から今日にかけてやっているバーベキュー、うんはい、これ、を紹介しますわいいなお庭バーベキュー、のんべさん、はい、うわ豪華だ、すごい野菜もいっぱいとってますね、ね本格的ですね、はい、ねそしてきんとんママ、これ見てください、これエビ、えびですよ、豪<華>伊勢エビっていうか、シュリンプですかね、これ、えー、でこれ、かきですよ。 うわーか高級品ばっかり、うらやましい、ぜいたですそしてこれ、です、はい、今日やりました、寒かった先月に比べて最高でしたというアヒージョだ、うわー、おしゃれ、これ、ワカサギかなんか入ってるのかな、あですね、魚いっぱい、鳥の足にスペアリブかな、分厚い肉がたくさんですね、うらやましい、そしてこれ見てください、いはい、今ならでは、今の時期、掘りたての竹のこの丸焼き、えー、そして会津はやっぱり、あれなんだ、マトンの BBQ なんだ。あ だって名産ですもんねまた。 お父さんたち結構、チューハイとか飲んでます。ね進みそうですこれはということで皆さん、こうやって今日バーベキュー楽しんでるんですけどもバーベキューにもトレンドっていうのがございましてねバーベキュー、皆さん誰としましたかということでやっぱりこれ去年のデータなんですがコロナ禍でやっぱり家族とという方が半分大部分めて友人もやっぱり2人から4人ということで少人数で身内でやっているということなんです。じゃ場所はど どこでやってるのか。はい、やっぱり家族と友人とだから。はい。四割が自宅友人宅。あまあ便利ですもんね。便利ですよね。はい、庭などの敷地でやられてる。うん、八重谷さんはあの家でバーベキューとかやります？私もまさに家族で自宅の庭でやっていましたね。やられてるてこところですね。はい、では。 1> 今1年のうちで最もバーベキュー食材が売れる時期なのかどうか、はい、今年の価格はどうなのか、スーパーに聞きました、しはい、スーパー菊田さんの新井ンさんから、はい、実はバーベキューの焼き肉セットが一番売れるのがゴールデンウィーク、いい時期ですもんね。ところが今年、はい、ロシアのウクライナ侵攻の影響で、はい、輸入肉の入荷が少なくて高くなってる、はい、これね、しょうがないと思うんですが、価格はそのままで、肉の量を減らしている、はい、バーベキューセット。 昨日おとといはとてもよく売れました。天気良かったですもんね。皆さんこのゴールデンウィー期間中焼肉バーベキューいつやられますかってあの取ったらですね。やっぱりおととい昨日が五十三点五パーセント、今日が二十三点八パーセントということでまあ今日も多いんだけどおととい昨日が多かった。なんで今日おととい昨日よりも少ないのかというと明日仕事って方もいるじゃないですか。ああそっか。なのでこちらでございます。今日やると片付けが面倒だったりするので昨日おとといはよく売れた。なるほどゆっくり片付けもできますもんね。ゆっくり片付け。 ができる。で、はい、あとやっぱり困るのがですね、煙なんですよね。はい、ちょっとこちらをちょっと見ていただきたいんですけども、えー、煙や臭いを出さないことに気をつけてます。炭は火鉢で使っていた上質のものを火起こして、えー、煙が出ないように気を遣ってます。風に気をつけてます。はい、火の心配が大です。 あとは洗濯物と家の中ににおいが入らないように、これ、他の方の家にもちょっと気をつけていらっしゃるんだと思います、はいで、こちらです、コロナ前、BBQ コンロ利式を無料で貸し出していました、うん、中には洗わない,洗わないで、そのまま返却や部品が壊れた状態で返却する方も、あ<ら>それから住宅街で BBQ やる人いますが、はい、洗濯物とか窓とか閉めたいので、やるなら一言や言ってからやってほしいですなるほど、匂い気になるという方、いますもんね匂いの出ないバーベキューの方法も、実はございましてね。あ、はい、あるんですか、はい、あるんんでですすかはい専門家に聞きました、はい そそもそもなぜ BBQ は煙が出るのかというと、はい、肉汁が炭に落ちると引火して煙が出る<ー>炭に落ちるとだめなんですよ、はい、ということなんです。で BBQ で煙を少なくさせるためのポイントがありまして、はい、これがこちらです。肉汁が立てたら水鉄砲で消火する それから鉄板やアルミホイルで油が落ちるのを防ぐ、はい、それから着火剤じゃなくてガスコンロで炭に火をつけるといいということでございました油と火た炭をくつけないということですもんね。